ただ今から災害対策特別委員会を開会いたししまますす議事に先立ち一言申し上げますこの度の令和元年台風第19号をはじめとする一連の風水害により甚大な被害がもたらされ尊い人命が失われたことは誠に魂しい限りでございます犠牲者のご遺族に対し哀悼の意を表しますとともに被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます ここに犠牲となられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げたいと存じます。どうぞご起立を願います。黙祷。 黙祷を終わりますご着席願います委員の移動についてご報告いたします昨日までに河合安里君及び馬場誠史君が委員を辞任されその補欠として大野安忠君及び高橋晴美君が選任されましたこの際武田国務大臣平内閣府副大臣 及び今井内閣府大臣政務,政務官から発言を求められておりますので、順次、これを許します。